ダブルボランチは小島と藤田です。そして左のアウトサイドが白井、右に小池、ワントップ西田にツーシャドウ、うん、ここはドリブルで後藤が仕掛けていきます。後藤シュート。今ねスピードに乗ったいいファーストコントロールからねフィニッシュまで行きましたけどね、多分イメージ通りだったと思いますね。ここで林が胸で落とした後にこうグッと出るんですよね。さあ松本にボールが渡ります。松本白井のマッチアップ、戻して、うん、さあ左足上げていく。ボールが少し流れましたからね、合わせづらかったですけどね、はい、まあいいボールでしたね。松本が粘って、そこに小手川がいました。ここは小島のスライディングでボールを奪いました藤田。さあどんどん後ろから選手が湧いていくような形です。ヘディング、川原です。今愛媛の連動する動きが一瞬見えました。さあ藤田がスプリント逆サイドを駆け上がっていく、うん、スルーして、ここは川原が突っ込んでいきましたが、ボールが芝生を叩きました、ね、ここで小池がスルーして、うん、はい、そうですね。もう一度藤田のところにボールが戻ります。白井、藤田中に入れる、うーん、ゴール前には小池です。今は小池はね決めたかったですね。すごく今いいボールでしたけどね。この時間からですね、はい、きつくなってくる時間帯ですね。さあ近藤だ、右の小池ダイレクトで中に入れた。愛媛先制にした、素晴らしいボールでしたね。近藤、そして右からの小池のボールに合わせたのは西田。今のプレーをご覧いただいています。このダイレクトがね効きましたね。もう一度ご覧いただきます。林、少し前めに位置を取っている小手川、さあ後藤がどうだ、シュート、うまかったですけどね。胸トラップからすぐさまシュートを放ちましたが、これはパクソンズが少し触りましたか。本当ボール1個分、はい、2個分ぐらいですかね。さあ岩田智樹、グラウンダーのボール、おっとパンチングでパクソンス、いやキックミスか、林こぼれた、追いついたこれは大分にまだ隙があった。愛媛としては痛いクリアミスからの失点でしたね。大分林よくあそこ粘りましたね。ここですね、このクリアミスがね、はい、でキーパーもねちょっと弾いたんですけどちっちゃかったんですよね。この後トラップから本当にもうつついたというかね、林はゴールの方向をほとんど見てなかったですよね。そうですね、うわここで今村さんの笛、これは愛媛の選手の方がちょっとダメージが大きいですね。そうですね、愛媛の選手が5人がっくりと膝を落としています。